おはようございます。お茶の水店3年目の中島太一です。今日は稲森さんの誰にも負けない努力から強い意志を持つから抜粋してお話ししていきます。もうダメだという時が仕事の始まり。成功者と非成功者の差は紙一重です。問題はうまくいかなかった時、そこからが全ての始まりです。みんなそこまでは努力をします。ですがそこからの線を越すことがなかなかできません。人並みの努力ができてもそこから先がやれず、自分が本当に望む結果を手に入れられず終わってしまうということは世の中たくさんあります。ですがそうではなく、繰り返し繰り返し考え、もうダメだと思わず何度もやっていく。そうすることによって見えてくるものだってあります。ダメなタイプはやってもダメだと口をこぼし始めます。ただでさえうまくいっていないのに口に出したら勢いもなくなり終わってしまいます。成功するタイプは熱意を燃やし実行に移していきます。その結果うまくいくとは限りませんが、そこで反省をしまた考え、創意工夫を加えて実行していく。大変なことですが、何でもこの繰り返しがめちゃくちゃ大切だと思います。何度も言いますが、成功者と非成功者の差は紙一重です。成功者の話を聞いても